前田智弘は南気象予報士事務所に所属する気象予報士、防災士、健康気象アドバイザーで、元福井放送アナウンサー。熊本県出身の京都府京都市育ちで、京都大学教育学部教育学会進学。中学生時代からの小袋ファンで、大学生時代にグライダー部で活動したことから、自家用操縦士の国家資格も保有する。 大学卒業後の2011年4月1日付で板垣夏日、西田隆人と共にアナウンサーとして FBC へ入社した。同局ではお邪魔、ま、テレワイドニュース内の前田のお絵描き天気を2013年4月から5年間にわたって担当。2015年から気象予報士試験への挑戦を始めると3回の受験を経て翌2016年に 気象予報士の資格を取得した。2018年3月31日付で FBC を退社したことを機に、地元の関西地方にある南気象予報士事務所へ所属。この事務所を通じて、毎日放送報道局気象情報部との間で気象キャスターとしての専属契約を結んだ。翌々日からは、フィールド予報士という肩書きで、チチンプイプイへのレギュラー出演を開始。 天気予報を含めた生中継コーナーを担当したほか、同年6月からは、日、木曜日の12時台及び14時台に、お天気のお知らせへ出演している。ちちんぷいぷいの生中継では、FBC のアナウンサー時代に続いて、平時の天気予報に自身で描いたイラストを使用。2019年3月22日放送分で、生中継コーナーが終了するまでは、自身の希望から、 スタジオのパネラー陣に、苗字の前田だけで呼ばれていた。2019年の4月改編からは、チチンプイプイへのレギュラー出演日を月曜日に限る。一方で、フィールド気象予報士としての活動の場を、ミント、へ移している。同年4月改編からは、両番組の後継番組である、4ンチャン t v の天気予報を、同僚の広瀬俊がレギュラーで担当するため、 MBS ラジオの番組を中心に出演。テレビでは毎週日曜日に N スタ関西ローカルパート内の気象情報を新たに担当している。その一方で2018年10月からは学生時代から応援している地元の J リーグクラブ、京都産が FC のオフィシャルウェザーアドバイザーを無報酬で務めている。西京極スタジアム、竹菱スタジアム、 京都界隈が同市内でも、とりわけ天候の変わりやすい地域であることを背景に、気象予報士の立場から、西京国スタジアムでのホームゲーム開催時間帯のピンポイント天気予報を、クラブ関係者やサポーターへ伝えるための役職で、J リーグ加盟クラブ公認の役職としては初めてで、ある。なお、京都ンガが本拠地をサンガスタジアムバイ京セラへ移した2020年以降も、 J リーグのシーズン中にはオフィシャルウェザーアドバイザーとしての活動を継続。京都スタジアムでのホームゲーム開催日にはスタジアム周辺の気象状況を早朝から独自に分析した結果を参加天気として SNS で配信している。2020年2月16日には MBS テレビの特別番組の企画で地元の京都市内で開催された京都マラソン2022 MBS を天気部の代表で出場。雨が降りしきる中でのフルマラソン初挑戦ながら、4時間を切るタイムで完走を果たした。プライベートでは、福井放送アナウンサー時代の2016年に、同期入社の板垣と結婚。2020年1月に第一子を授かった。放送上は、毎日放送気象情報部の気象予報士として、出演。 福井放送アナウンサー時代毎日放送の気象予報士時代。ありがとうございます。